先ほどの続きです。2023年8月の18日、18時30分。で、操作方法を今度手順変えてきてますね。本当はね、ここで追加っていうところを押して、PC っていうところ、ここからその動画をクリックするだけでよかったんですけども、今度そこから選択を押さなかったら、こういうふうに画面がファイルの追加に動かなくなってる。操作性まで変えてきてる今。これが政府の隠蔽工作。もしくは、ワンドライブっていうデータ。その辺のところで、余分に、データ容量うんぬんとか言い始めて、余分にお金を取ろうとするでしょう。それは、例えばこのコレクションからっていうところから選んだらわかるんですけども、そこに以前、デスクトップから消した、ゴミ箱に入れて消した内容のものまで、ずっと残ってるんですよ。で、データ容量を重くしといて、ワンドライブだのなんだのっていうことで、追加料金を求めてくる。これどこの企業が一番最初に考えたんです？アメリカの会社？マイクロソフト？アップル？それとも中国？どこの国です？日本？いらない。ワンドライブっていう機能。鬱陶しいだけ。もともと買うときに容量っていうものは決まってある。で、パソコンというシステムはパソコン内にね、デスクトップとかに残ってるデータ。もうこれもまた一回クリックしただけでもうこんなことになるよ。ね、こことここ同じでしょ。カーソル見てくださいね。指にしましょうか。この前わかりやすい。こことここ。ほら、一回クリックしたらもう重複させて起動。言われたからしましたっていう幼稚な、その稚拙な作戦。鬱陶しい作戦の連中。まだ世の中にうじゃうじゃいるみたい。で、これをいちいち、あとはここの下のね、ボードのところに、ちょっとね、画面の色彩が今、ほら、やっとタイトルとか出てきた。わかりづらーく隠蔽しようと。コンピューターに自動で隠蔽させようとずーっとしてる。これがこの国の実態。で、国連の実態。で、ワンピースのルフィは略奪行為とかもしないのになぜ海賊扱いされてるかっていうことなんですよ。もともと淡井圭介ありきであの漫画出来上がってますから。私が働いた1997年8年。その後ぐらい、それぐらいの頃から連載が始まってるでしょ。で、このエクスポートっていうのに、たかがこれだけの、秒数の、1分とか、1分58秒、13分16秒、たったこれだけの内容に、ものすごく時間がかかってる。ずーっとコンピューターが抵抗してるんです。検閲かけてるのか何なのか。コンピューターに検閲するだけの思考回路はないくせに。ただただ政府の社会的地位の高い人間の味方を知りゃいいと。そういうふうな考え方になっている可能性が非常に高い。なぜなら、18時からプロ野球の試合がありますけども、本日でしたら、その前のエクスポートの、まあ1時間ほどの動画、エクスポートするのに2時間以上、2時間ぐらいかな、それぐらいかかってますね、本当に。わかってます？この作業の、意図的な、遅らせ方。大したメガバイトじゃない。こんなもの全部合わせても、だいたい15分ぐらいでしょう。1ギガバイトぐらい。で、さっき、エクスポートするときに画素数540かな？それぐらいまで落としてるから、時間かかりすぎ。1時間のものも、だいたい約1時間のものも、540まで画素数落としてましたよ。だからそのまま早くならなきゃならない。
これがこの国の実態。ずっと隠蔽、本当に滅びるエネルギーの残存量問題、解決できなくて間違いない。この国じゃなくて国連レベルで、アメリカは全く分かってなかったっていうこと。国連ももっと正直に、もっと本当のことだけをずっと言っとくべきだった。テレビの日本の報道番組も、車なんかあんまり売るべきじゃないっていうことをみんなが強く言わないと。で、議員さんとかは率先して車乗らないようにしないと。早朝出勤とかで送迎バスとかがない人だけ車買っていいの。あと帰宅の時に送迎バスがない人とか、歩いて、電車バス徒歩プラス歩きで通える人は全員それで通わなきゃならない。出勤時間とか遅らせたらいいだけパソコン扱ってるようなところなんで。以上。